平林寺の体系ドープで修正巻、き、東京国立博物館像、台満工事と養蜂独立聖液漢文12年11月6日は、中国民末に生まれ、新書に日本に渡来した臨済州大爆破の前奏である。一途にたけ、日本に書法や水墨が天国を伝えた。その書の指揮権は高く、 中国伝統の本流の書を日本に示し、後の唐洋流行の元となった。また前奏でありながら文人気質に富み、日本文人画の先駆けとなる水墨画を残している。同じく木家像の家林生すぐるとともに、長崎荘門の巨白と称賛される。天国においても日本天国の祖として称揚される。属性を対、意味名を、はじめ見たね、ついで観察の地に傘とした。 地をこたつの地に、万光。日本で特度した後は独立聖域と総名を名乗った。二陣、天外一陣、天老人、周安などを豪とした。文人、諸家などからは、大枚光と称されることも多い。石光省公州府、忍賀県の出身。父は、慶京、母は、陳氏。安政元年3月に、父が没し翌年の大火で火山を消失したため。 意を持って正業にすることを決意し、儒学と医術を学び、明朝に士官した。明流が図道、死者に参加して、死者所で、長聞こえていた。寒岸の義中堅による政治の乱れを嫌い、長水護刑に隠れ医術を業うとした。明朝滅亡後、新朝の圧勢を逃れて英略7年58歳の、時、小船に乗って、長崎に捕らえ、そのまま亡命する。 しばらく帰家人の石江仙入り徳のもとに身を寄せていたが、ここでは、主春水と同居となっている。女王三年十二月、陰元隆起に孔て、幸福寺にて得度し、樹者であったが仏門に消え、道合を独立、大意皆を正規と名乗った。同年、陰元の不問寺域に、起出として随行。続いて万事元年陰元が、 徳川家綱に越見するための江戸行きにも従うと、監視屋書、天国、水墨画などが高く称賛された。噂を聞いた、老中、松平信綱より、平林寺に招かれる栄誉にも良くした。しかし、病を得て、万事二年には、長崎に戻る。幸福寺の幻宿き参謀にて、客通の養生をしながら、寺長、四分大本をもとに、 書論を表し正しい書法の啓蒙に努めた。秋代の新しい天国を伝え、日本の天法を一新した。また初めて責任罪に告する陰法を伝えた。万治4年に岩国藩主、吉川博正とこの広吉に招聘され史術した。岩国では、近代教の仮説に重要なしさを与えている。漢文2年、67歳からは各地を暗夜しながら、 医業2000年、貧富に関わらず民に薬を施し病を癒したという、とりわけ放送の治療で知られた、岩国吉川家や、長州毛都市家、小倉小笠原家などからも招かれている。漢文5年、即非常一の高事さ副福祉寺の初期となり、白雲室を与えられている。漢文12年3月に海を渡って、孫二人が訪れた。同年11月、総福祉、 公前案で自弱する。去年78。ダビに付され遺骨は、従者のエミをー王、蘇明によって、宇治尾学山一万松岡に報じられた。聖徳六年に、弟子の高原大が独立を記念して、武蔵平林寺に、大慶道を建立し、京方三年には、高松の弟子年、高直美と共に牧廃を立て行場を記した。明治二十三年、中井京署によって、 独立前寺印譜が編集され、現在東京国立この印譜にされた印は、独立が中国から持ち込んだ印で、弟子現代に授けられたものが、代々の門弟を通じて、京書に届いたものである。他に、書家の北島幸山も弟子となっている。ありがとうございます。